を食べるとって全然違うんだけど、違う番組なんですけどもね。野菜の歌、いい歌だよね。そうですね。誰歌ってるのかな。そうですね。そうですね。じゃあ分かんないね。誰かな。そうですね。のがっちかな。そうですね。イケメンだね。そうですね。あれちょっとリアクションが薄いな、おかしいな、ちょっとまあ悩んじゃうんだけども、まあ私の野菜の歌なんで、ね、歌をちょっと今日流させていただきましたが、笑っていいかも第10章でございます。前回のですね、戦闘員 K 君からのご紹介で、今回3回目高橋貴博君です。どうぞ。こんばんは、こんにちは、そしてみんなはね、カボチャほうれん草、お手手を洗っていただきます。あのダブルでのがつの声が聞こえました。ええ、生配信ということでね。素晴らしいでしょ。はい。というわけで野菜の歌じゃなく野菜の歌よろしくお願いしますね。野菜の歌じゃなくて野菜の歌よろしくお願いします。はい。マッハ学院でございます。はい、今回あの K 君からのメッセージで、はい、ベルギービールばっかり飲んでんじゃねえよ、この飲んだくれ飲んだくれビールパラになっちまうぞって書いてあるよ。あ、まだなってないってことですか。いや、わかんない。なってんの。いや、なってないですよ。別に脱いでもいいんだよ今。いや、僕はどうせあの頃はまた BL 話とかするんでしょ。どうせまたってなんですか。どうせまた興味しますよ。あ、するんでしょ。しますよ。どう脱いでいいよ。するから脱ぐとかなんすか。だって BL って裸になるんでしょ。だってあの僕じゃ BL にならないです。もうボーイズじゃないです。あ、そっか。ボーイズじゃない。今何歳なんじゃない。今22。まだボーイだよ、全然ボーイだよ。逃せいくつか18。はい、というわけで笑っていいかもでございますけどね。はい、まあ、前回がその、まあ、ベルギービールの話をしてもらって、はい、キューガルデン。キューガルデン、はい。キューガルデン。あれ結構、なんだろう、あの収録の後、ふと周りを見渡すと結構ベルギービールってあるのね。ありますよ、うん、いっぱい。あのうちの近くの駅前に駅前にたこ焼き屋があってさ、たこ焼き屋の前にヒューガルデンありますと。たこ焼きとヒューガルデン、そういうことです。すごい組み合わせですね。よく考えてもあのヒューガルデンのような感覚で誰と一緒にたこ焼き屋食いたくないんだけどね。まずいですねきっとね、うんうん、失礼ですけどね。でもまあこの後実は一緒に飲みたのね。はい、うん、2人きりで。いや行ってないし、2人きりで。やっぱり BL と絡めなくていいから。いやそんなことないですよ。別にそんなことないですよ、うんうん、ね、別に野賀さんと愛を深めたってね。深めたまあこういう人はちょっと置いとけないんだけど、まあ、置いとけないんですよね、いるんで、でまあその前が BL の話してくれて。そうですね、ベルギービールの前。湘南ラプソディだっけ。湘南ラプソディって何ですか。湘南ラプソディです。湘南じゃないですね。違ったっけ、この間話してくれた漫画、はい、この前漫画ラプソディ紹介したのは、うん、中村俊菊大先生の。中村俊菊大先生の確か大型なんだな、あの先生ね。何してるんですか。うん、この後ちょっと調べてみ、はいはい、ワキペディアでね。ワキペディは、ワキペディは、ワキペディは、うん、どうでもいいんですけど、はい、忘れちゃいましたよ。純情ロマンチカ、湘南ラプソディ。湘南ラプソディは全然何の関係もございません。純情ラプソディって歌なんかない。純情ラプソディとかじゃないです。違う、ロマンチカ。純情ロマンチカ、ロマンチカ、はいはいはい、うん、もう大好きなんですけど、そんなこと言ったら怒りますよ。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、で、はい、うん、はい、今日は、うん、同じく中村俊菊大先生の俊菊先生の、はい、じゃん世界一初恋、うん、世界一初恋、世界一初恋、はい、世界一初恋っていうの、世界一初恋っていうの、まあ、なんかもうのっけからもジャケットっていうの、男二人、ね、まあ、なんかイケメンな、あのなんか、ね、リーダー格の男と、あのなんかちょっと少女っぽい、弱虫臭い、ない言うなれば犬とか猫っぽいような、いやいや、ちょっとねツンツンしてて可愛いんですよ。またこれがね、ツンツンなの、ツン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 、ちょっとデレみたいな、ね、あ、ツンデレなんだ、ツンデレ、ツンツンツンデレぐらいですね、はい、この2人の恋の話なの。恋のお話です。この、はい、2人の恋が世界一なの。世界一ですよ。初恋って書いてあるけどどういうことこれ。初恋、まあ簡単に言えば、はい、この主人公小野寺律と、小野寺律くん、うん、高野正宗さん、高野正宗、はい、あれアンカースピッツのボーカルに似てる名前の人いなかったっけ。草野、あ、草野か、草野、草野か、もしかしたらでもそういうのかもしれませんよ、はい、いや、いい、そういうの、いらない、そういうのいらない、なんですか、そういうの、うん、あのスピッツファンの方から怒られるから。ああ、なるほど。それだけ低評価ポチッと押されるから、ね、ちょっと待ってください、もう、うん、というわけでその二人の恋の話なの。恋のお話です。初恋っていうか何だ、そのね、
ちっちゃい頃からの恋がずっと発展してくるのお話なの、それ。いや、一回、うん、まあ、初恋をし、うん、昔純情だった純情だった小野寺律くんが、じゃあ今純情じゃないのね。今純情じゃないですね、もう全然純情じゃないんですけど、うん、はい、ですけど、ですけど、うん、まあ中学生の頃に、うん、まあ、この高野正宗さんに、中学生、中学生の頃、同級生というか、うん、先輩だったんですね。先輩何校目？先輩2、3校目ですね。2、3校目だったら中学かぶんないじゃない、うん、3校目だったらかぶんない一応2校目ですね。2校目か、うん、アバウトに行きますよここね、うん、で、はい、うん、でそこで、まあ、ずっと片思いしてて、あ、それね、それは小野寺くんの方が高野さんに片思いしてたと、はい、恋をしてたわけですよ。ほう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 。でそれが初恋だったと。初恋だった。で、うん、まあ、なあ、ひょんなことでちょっといいか告白してしまって、この高野正宗さんに、小野寺くんが、小野寺くん、男同士でしょ。そうですよ。そこはなんかやっぱそういうのないの、なんなんですかね、このだって例えば俺が先輩だったら、はい、いきなり、まあ、後輩の可愛い男の子、いくら可愛くても男の子に告白されたら、ちょっとごめんって、なんかなんなんでしょうね、多分僕もそうなんですけど、うん、もう BL 読んでると、うん、あまりにも自然な流れに見えちゃって、だって別に読んでた小野寺くんと高野さん読んでたわけじゃないでしょ別に。そうですよ、うん、そうですけど、うん、まあでも何なんでしょうね、うん、まあ僕からすれば自然ですとっても。あ、じゃあその羽賀くんはそこに何のこう違和感もなく読んでたから、そういうこと疑問に感じなかった、感じなかったですね。まあでもよくよく考えればそうですね、うん、よくよく考えないでください、今更超過売り込みに来てんでしょこれ。そうですよ、そうですよ、うん、そうですよ、そうですよ、そうですよ。でまあ中学校の時にそんなで、うん、なるほど、そんなんで付き合う、あ、告白したと、告白して、うん、で高野さんはなんか、うん、ノリ的な感じで OK したんですよ。ってことは2人っていうか高野さんの方にもそっち系があったわけでしょ、そっちの系が。なんかちょっとやさぐれてた時期だったみたいで、うん、やさぐれたからってそっち方向行くか、なんかもう複雑だったんです、家庭環境がいろいろと。なるほどね、まあ、いや、まあ、そういうことにしておこう、まあ、そういう漫画なんだしね、はい、でまあ好意を持ってるから、まあ、適当にじゃあ、うん、付き合ってみるかみたいな、うん、でその時やったの、ちなみにその時中学校で、その時確か、うん、やってますね。中学校でもやった。第一巻からやってますね、これね。第一巻か、なんか第一巻ってことはつまり中学校の時書いたのこれ。中学校の時にも書いてあります少し。あ、その時もやっちゃってる。回想シーンとかうんぬんとかいろいろありますんで。やっちゃったよ。やっちゃってますね。いや、あのね、別に偏見あるわけじゃなくて、はい、ここでちょっと一応訂正じゃなくて釈明させてもらいますけども、はい、男同士のそのね。うん、交わりがどういうものかっていうのを知らないから僕はね、ああいう DVD とか別に見ようと思わないし、まあ実際のとは多分また違うと思いますよ。実際の多分黒くて見れない多分生々しいと思いますよ、思うんですけど、だから、はい、やったかやってないかってすごく興味があるわけですよ、はい、うん、ねだからじゃないけども、まあ、だからはい、はいはい、うん、やったやってます。でも別れたのそれは。別れ、まあなんか、うん、はい、ふとしたきっかけで、うん、なんか喧嘩したみたいな感じに、あ、まあどこにでもありそうな中学生同士のみたいなね、まあね、うん、あるんですけど、そこで一回別れてしまった、はいはいはい、別れてしまって、それが、その二人が、うん、その二人が、うん、まあ、結局二人とも、うん、編集業についてる、編集の仕事、編集の仕事、雑誌の編集で、うん、とある会社 の、うん、はい、編集長になってたんです、高野さんは。編集、高野さんは2個上で編集長になっていたと。なっていて、そこに偶然入ってきちゃって小野寺くんみたいな。小野寺くんが入ってきたんですよ。入ってきて、で偶然の再会で、ああ、高野先輩、お、小野寺くん、高野先輩、小野寺くん。逆にその、高野先輩、そんな簡単にね、うまくいかないです。違うの？そんな簡単にうまくいかない。じゃあどんな感じなの？最初、うん、もちろん気づかないんですよ。もちろんが分かんない。俺はもうこれを最初これましたから。いやいや、うん、もう10年ぐらい経ってて、うん、なんかやっぱね、うん、やさぐれたんですよ、彼が。やさぐれたって、でも俺別に10年前に付き合ってた女の子って忘れないと思うよ、俺はきっと。そうですか？実際そうなんですか？今の間合い何なのよ、一体それ。もう本当に。はい。で？で、まあ、うん、で、実は、うん、で、なんで気づかなかったってところもあるんですけど、うんうん、高野さんが、はい、中学の頃は、うん、名前が実は違ったんですね、うん、名前が違って、うん、佐賀っていう名字だったんです。佐賀で、うん、ここに編集
の新人として入ってきた時には、うん、で高野っていう名前に変わってるんです、うんうん、で名前が変わってたから、うん、その小野寺君も気がつかなかった。顔で分かんじゃないの。でもそれ顔で分かりますか。そのぐらいの気持ちだったんだよ小野寺君は、きっと。とか言われたって。いやいやでも結構これで髪、うん、見る感じでも顔違うんですよ全然。まあ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 いいやまあいいや。それで、まあ、結局何らかのきっかけで気がついたわけだ。気がついたわけですよ。でそっから何もうすぐ一緒になっちゃうの。一緒にならないです。ならないんだ。あの、うん、まあ、高野さんは、うん、まあ、ずっと実は好きだったみたいな感じで言ったんですけど、うん、小野寺君にね。小野寺君は、はあの何ですかね、ずっと喧嘩別れして、うんうん、なんですかね、好きだったというよりも、うん、なんかこう勝手にいなくなったみたいな感じでちょっと恨むじゃないですけど根に持ってたみたいな。逆恨みしてたわけだ。なところがあって、でなんでこんな場所で会って上司なんだみたいな感じな雰囲気になるんですよ。秘書みたいなね、うんうんうん。だけどやっぱ高野さんがまだ好きだみたいな感じで言ってきて、うんうん、最終的に心折れちゃってみたいな。心折れるっていうかあれね、要は許しちゃったのね。まあ、そんなすぐには折れないですよ。まあでもその紆余曲折がありつつもそうなんですよ。ありつつもまあ、うん、落ちちゃうんですよ。で結果的には最終的にはもうドロドロな話になっちゃう。ドロドロじゃないですね。もうちょっと綺麗で痛いと思いますけど、うん、まあ、うん、そうですね。で、うん、まあ普通恋が実ったら終わりじゃないですか。はい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 、はい、恋が実ったら終わりなんですけど、けどこれ、うん、だいたい漫画の最後の和数のところに、うん、なんですかね、恋に落ちるまであと何日みたいな感じで、ほう、毎回書いてあるんですけど。じゃあその詳しい話をその2でしましょう。その2でしましょう。はい、じゃあ一旦 CM でーす。はい、はーい。